身長は167センチで LL サイズを着てます。貼るように見えるんだけど、その一本ラインがあるだけでやっぱ違うのと、後ろ向きのこのね V のカット、ね、すごい折りのあるエンボスがしっかりあるようなものなんですけど、はい、初登場でございます、ミサさんでーす。すごい。あ、そういうキャラクターなんだ。かしこまりました。じゃあね、あ、それで行こうかなって別に定まってるわけではないですね。まだ決まってないけど、いいですか？はい、いや全然もうどんなんでも割と対応できるんで、はじめましてなので、ちょっとプロフィールの方をお願いいたします。身長167センチで、LL サイズを着てます。高身長さんですね、67、ここの今までの高身長さんが、ちょっとね、群を抜いて、まあ女性の中では、大きい方よねじゃなくて、大きいねって言われる人が多かったんで、67ってちっちゃくはないけど、いないサイズではないじゃない。すごくあの悩みとして皆さんに伝わりにくい身長感だったりもすると思いますので、まあその中で今日ね、いろんなもののポイントを押さえながら進めていこうかなと思います。まずまずね、一発目のコーディネートからいきたいと思います。もう2歩前に出ていただいて、一歩左に行っていただいて、センターでですね、ぐるっと一周回っていただいてよろしいでしょうか。はい、こちらでございます。全部新作でございます。今日はですね、これにプラス付け裾というものをご紹介したいなと思います。手元と背中をね、もうちょっとアップで見せてあげてほしいんですけれども、そう、このさ、胸、例えば大きい人とかにもその真ん中にセンターの切り返しがあるので、縦一本ラインがあの前ですね、はい、前がすごくあのスッと、あのなんていうの、おっぱいが大きい方ってすごく張るように見えるんだけど、その一本ラインがあるだけでやっぱ違うのと、後ろ向きのこのね V のカットがすごく女性的で、このやっぱうなじ美人って言うじゃない。でここのラインがすごく肩が狭く見えるというか、センターから肩、腕下に向けての切り返しがあるので、すごくね細く見えるカットになっております。付け裾を足していただこうかなと思うんですけれども、付け裾、付け襟、なんかいろいろね流行りでございますけれども、これはですね、やっぱあのぽっちゃりさんって何枚も何枚も重ねるのがやっぱりすごく嫌な方だったりとか、ゴワゴワするとか、やっぱりさ、胸大きいとかお腹が出てるとか、肩幅があるって中のやつがさ、どん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 中に入ってくるじゃない。で、これを、本当にお腹のところにピュッてね、ペチコートみたいな感じで履いていただくだけで、遊び心がね、一気に増えますので、段取りが良くて、素晴らしいと思います。今履いていただいてるんですけれども、ちょっとだけね、この、切り替わりのお腹の部分見せていただいていいですかね。はい、こういう形になっております。ポイントとしては、後ろ、横向いていただいて、ちょっとお腹の方を一個上げていただいて、後ろを下げて、お尻を囲うっていう形で、はい、そんな感じです。で、下ろしていただいて、っていただくと、ちょっとできる女風な感じになりますので、このパンツの方もですね、で、接触冷感がついておりますし、すごく伸びる、ね、ゴールドジャパンのやつって、なんでこんな伸びんやろと思って。本当に履きやすくて、なんかもうスポーツも全然余裕ですよね。そう、なんか、これスウェットかなんかか、もしくは水着なのっていうぐらいで伸びるから、すごく履きやすいし、しゃがみやすいし、すごくね、いいなと思います。先ほどのこちらですね、付け裾がですね、一応こちらのブラックと先ほどのホワイトと2色展開でございます。で、ブラックの方もですね、こういう形でボタンがついておりまして、黒のシャツも例えば黒シャツにこの黒付け裾とかでもすごく可愛いし、なんかね、いろんなで、やっぱ真っ黒なのでちょっと透けるような T シャツとかにはこれを入れちゃうと、え、あの人腹巻きしてんのかなみたいになるので、カラーのシャツだったりとか、そういう T シャツでもね、ちょっとしっかりした厚手のものだったり、中にちょっとシャツ、あの人、あ、インしてんねやみたいな、ちょっとね、可愛らしいレイヤーを楽しんでいただけるカラバリの紹介でございます。こちらがですね、続いて、さっきはネイビーを着ていただいてたんですけど、やっぱり今日もね、ちょっと全国的に雨が、これが爽やかにいこうかなということで、白、そして下がですね、グレージュですね。ですよね、これ、グレージュでやってますよね。ブラウンもじゃないですもんね。はい、グレージュでやっております。でも、グレージュだけど、そんなに
りグレー感の強くない、ね、なんかオフクリームホワイトに近いような感じのお色味でございます。で、あの透け感とかがちょっとありますので、近くによって全体的に見せてあげてください。先ほどね、エリにもお伝えしたんですけど、前をちょっと上げることによってすごく足長効果があるっていうのがあって、あの前にちょっと絞りが入っております。すごい、なんかそのパンツとかだったらさ、ちょっとあのビーチとか、はいはいはい、バカンスに行ってもちょっとね、なんかただの、あのスウェット履くんじゃなくて、うん、飛行機になる時にこれ履いてきたら、あ、ちょっと上級者って思われるようなデザイン性のある生地になっております。パンツの生地自体がですね、すごい折りのあるエンボスがしっかりあるようなものなんですけど、中にしっかりインナーが入ってるので、私たちの天敵でございます。股ずれとかも起こしにくいですし、うん、やっぱこういうやつでスキニーじゃないんだけどピタッとしてるものって、やっぱり足元がね、白白でちょっとね、比較でお見せしようかなと思います。先ほどのシャツスタイルのやつがこちらです。真ん中にボタンもついてるものになっております。で、今着ていただいてるのが本当にこういうペロンとしたね、ジョゼット生地のくっついたりするとか、針が別にあるわけではないので、ペロンとちょっとこう T シャツの中から見えたりもすごく自然な流れ感というかの生地感の2パターンでございます。ホームページの中ではですね、1つの付け裾のところに 2パターンとも入ってますので、あの間違えないように、あ、白やからこれと思ってピッと押さないで、ちゃんとスタイルをちゃんと確認してご注文いただくようにお願いいたします。で、一応こちらの今履いていただいて黒をね、試着していただいてますけれども、こちらのパターンはですね、どっちかというとスコートに近いような、こういう横がスリットになってるので、巻いてる感じのものが下に出てくるというパターンでございます。で、こっちのシャツスタイルの方は今履いていただいてる分より本当に2センチ3センチぐらいちょっと短めのシャツになっております。こちらね、あの一応ボタンはデザインでついてるので、もうこれは履いていただくスカートタイプですねになっております。はい、というわけで本日私フェミニーナとミサがお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。